本日はお足元の悪い中お越しいただきまして誠にありがとうございます。また遅い時間に急なご案内となりましたことをお詫び申し上げます。ただいまより本日16時に公表させていただきましたトヨタ自動車とダイハツ工業の小型車事業の強化に関する共同会見を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者をご紹介いたします。トヨタ自動車株式会社社長の豊田章男でございます。ダイハツ工業株式会社社長の三井正則でございます。それでは両社社長よりご挨拶申し上げます。豊田でございます。本日はお忙しい中私どもの記者会見にご出席を賜り誠にありがとうございます。急なご案内になりましたこと、また遅い時間の開催となりましたことをお詫び申し上げます。まずは私から本件の経緯と思いについてお話をさせていただきたいと思います。トヨタとダイハツの両社は持続的成長という共通のテーマについて事あるたびに意見交換をしてまいりました。昨年の秋、私どもよりより強固な関係となって両ブランドで一層もっといい車作りを進めたいとのお話を差し上げました。当初三井社長は相当驚かれたようでございますが、議論を重ねていくうちに両社の持続的成長は必要なことだと思う、ダイハツとしても競争が激化し新技術や事業の拡大が必要となる中、新たな領域に踏み込むにはリソーセスの限界に来ている。ただダイハツらしい車作りは続けていきたいといったお話をしていただきました。その話から自主独立を重んじられてきたダイハツのトップとして、何としてもグローバル競争に勝ち抜き持続的に成長し続ける会社にするんだという強い意志、経営者としての覚悟がひしひしと伝わってまいりました。今回のご決断にあたって三井社長は従業員、仕入れ先や販売店の方々、お客様や株主様、あらゆるステークホルダーの皆様の顔を思い浮かべられたことと思います。ダイハツで育てられ、ずっとダイハツで活躍されてこられた、体の隅々までダイハツの血が流れた三井社長がダイハツの未来のために下された決断を、私は同じ経営者として大変ありがたく重く受け止めております。三井社長が言われたダイハツらしい車作りを続けていきたいというお言葉は、これからのトヨタグループのもっといい車作りにおいて最も大切にしていかねばならないことの一つだと思っております。私自身、トヨタとレクサスのブランド作りに取り組んできて、ブランドとはお客様の信頼の上に成り立つものであり、一朝一夕にできるものではない、ブランドを築くには歴史と物語が必要だということを肌で感じております。ダイハツが誕生して今年で109年、そのブランドの重みは誰よりも理解しているつもりでおります。トヨタ、レクサス同様にダイハツブランドを大切にしながらもっといい車作りに取り組んでまいります。一方で、私たちトヨタが持続的成長をしていくために乗り越えなければならない課題もたくさんございます。私たちはTNGA の取り組みを進めるにあたって、改めて小さい車作りの難しさを痛感いたしました。地球環境問題の高まり、新興国市場の拡大などから、従来以上に小型車の重要性は増しております。私たちは北米市場向けなどのミドルクラス以上を中心とした車作りや、環境技術をはじめとした先端技術開発は比較的得意としておりますが、
小型車においてはそこまでの存在感を示していないと日々感じております。小型車のノウハウを今以上に得ていかなければ将来に向けたブレイクスルーができないのではないか、そう痛感しております。もう一点付け加えますと、ダイハツは独立精神旺盛で良い意味で泥臭く現場を重んじられる骨っぽい会社であり、今のトヨタが失ってしまったものも持っておられると思います。そこからトヨタが学ぶべきことはたくさんあるのではないか、そう感じております。私たちトヨタには従来からすべてを自分たちで賄いたいといういわゆる自前主義のこだわりがございます。我々にだってずっと取り組んできた小型車の歴史と誇りがある。でもこだわりにとらわれていたらこのグローバル競争を勝ち抜いていけない。今回の決断に至るまで大きな葛藤がありました。ですが今回私たちにとっても大きな決断を下すことができたのは、私たちのこだわりの一部をお任せする相手が他ならぬダイハツだったからでございます。トヨタとダイハツが提携を開始したのは1967年、今から約50年も前のことであります。50年という長い年月をかけて、トヨタとダイハツは互いに自主性を重んじながら、共に手を携え、切磋琢磨し、成長してまいりました。これがまさにトヨタグループの提携のあり方であり、そうした長い歴史を共にしてきたダイハツだからこそ、私たちの大切な小型車事業をお任せしよう、そう思えたのであります。軽自動車という制約の多いカテゴリーの中で、厳しい競争に打ち勝ってきた、まさに良品廉価の素晴らしい技術がダイハツにはあります。軽自動車はこれからもダイハツの競争力の源泉であることに変わりはありません。そしてその上でお互いがこだわりを捨てて任せるところは任せ、それぞれが得意分野を全力で伸ばしていく、すなわち選択と集中、それこそがグローバル競争を勝ち抜いていくための鍵になる、このように思っております。私は真の競争力強化による持続的成長、もっといい車を作ろうと言い続けております。ダイハツ、トヨタ、それぞれの未来、そしてトヨタグループの未来に向けて共に歩んでいくパートナーである三井社長に、ここでスピーチのたすきをお渡しいたします。皆様こんばんは、三井でございます。本日は遅い時間にまた急なご案内にもかかわらず、多くのご出席を賜り誠にありがとうございます。私どもダイハツはかねてより軽自動車を中心とするスモールカーに特化したビジネスモデルを追求してまいりました。特に近年におきましては低燃費と低価格を追求したミラーイース、お客様の求められる機能や性能に徹底的にこだわったタントやハイゼット、そしてこの手法を海外にも展開し、その国のお客様の好みやニーズを盛り込んだインドネシアのアイラ、マレーシアのアジア、ダイハツはこれらの車作りを通してお客様に一番近い会社を目指してまいりました。と同時に小さい車ならではにこだわったものづくりを悩みながらもやり抜いてきたと思っております。 SSC シンプルスリムコンパクト、この概念を初めて導入したダイハツ九州大分第二工場や、海外においてはものづくりにおけるその国のベストを目指し、インドネシアやマレーシアの拠点を競争力のある工場へと鍛え上げてまいりました。トヨタ自動車との間でも1960年代からの受託生産、2004年からの共同開発、さらに OEM 供給など両社のニーズに合った
最適な連携方法を模索してまいりました。一方、この先を見通しますと、私どもはグローバルな事業展開力や環境安全規制への対応、電動化や自動運転、つながる技術など社会的なニーズやお客様ニーズに応える次世代技術への対応の必要性が待ったなしに迫ってきています。これらは今後当社の成長には欠かせませんが、対応を進める過程において自らの事業規模を超えるリソーセスが必要となるのは明らかです。目まぐるしく変化する事業環境や新たな技術開発競争が激化する中、課題を克服し、また今まで以上に強みを発揮し続けていくには、トヨタ自動車との連携を一層強化し、共通の戦略の下でもっといいスモールカー作りに取り組んでいく必要があるとの認識に至りました。経緯のご説明に続きまして、今後の協業の具体策を3点ご説明申し上げます。1点目は小型車戦略です。これまでダイハツが国内外で手掛けてまいりました、例えばブーン・パッソ、セニア・アバンザのような姉妹車よりも、デザイン、仕様をもっと差別化することで、それぞれのブランドのお客様のご満足につなげてまいります。その実現に向け、ダイハツがこれまで取り組んできたそれぞれの国や地域のお客様のニーズに合わせた車作りをさらに進化させてまいります。つまり小型車についてはダイハツブランド、トヨタブランド、それぞれの個性が際立つもっといい車をご提供いたします。2点目は技術戦略です。その特徴は、次世代技術で世界をリードするトヨタと、技術の小型化、低コスト化が得意なダイハツが、将来の技術戦略をその初期構想段階から一緒に作り上げるという点にあります。戦略を共有することで、小型車や軽にも次世代技術をよりタイムリーに、より低価格で搭載できるようになり、ダイハツ社とトヨタ社のお客様のメリットにもつながるシナジーを発揮していきたいと思います。最後、3点目は事業戦略です。新興国においてはダイハツが主体となって独自のものづくりのノウハウを生かし、事業を展開牽引してまいります。その鍵となるのはスピードと効率です。この両立のために、ダイハツはトヨタの、トヨタはダイハツのものづくりの基盤を相互に活用し、事業の立案から開発、調達、生産に至るプロセスをより迅速に、より効率的に進めてまいります。これらの新たな協業を通じて、ダイハツブランドのお客様にはこれまで以上により良い商品サービスをどこよりも早くアフォーダブルにお届けいたします。加えて、量的拡大が見込める新興国をはじめ、グローバルなダウンサイジング化が進む中で、ダイハツの車作り、ものづくりの強みを発揮してまいります。ダイハツがこれまで10年をかけて取り組んできた商品、技術開発、生産といった各分野の改革や社内組織のスリム化など、事業構造改革に一定のめどがつきつつある今、これを機にトヨタとの関係をより強固にすることで、今後のダイハツの成長、そしてダイハツブランドの世界基準への進化に踏み出していきたいと考えております。私どもはこの春、創業から109年を迎えますが、今後の持続的成長に向けた新たな成長の道筋を描くことができたと思います。完全子会社化に伴い上場廃止とはなりますが、今後のダイハツの成長する姿をお見せすることで、株主様にもご理解をいただきたく存じます。豊田社長にはこの10年、ダイハツの構造改革を見守っていただきました。ダイハツの工場を訪ね、
ダイハツの車に乗り、ダイハツの強みと課題をご理解いただき、我々と同じ目線で今後の成長に向けた対話を続けてくださいました。豊田社長への感謝の気持ちをお伝えして、再び助けをお渡しします。三井社長、ありがとうございました。トヨタとダイハツ、これからはさらに一つになって新たなチャレンジに向かいます。そして一歩踏み出せば課題が見えてまいります。両者が力を合わせ、心を合わせて課題を乗り越えることによって、10年、20年経ったとき、今回の決断が正解だったと振り返っていただけるように努力したいと思います。ありがとうございました。それでは続きまして、皆様からご質問をお受けしたいと思います。時間は30分程度を予定しております。なお囲み取材は予定しておりませんので、ご質問のある方はこちらでお願いいたします。ご質問のある方はマイクをお持ちいたしますので、社名とお名前、またどちらへの質問かお伝えいただきたく、よろしくお願いいたします。それではいかがでしょうか。はい、じゃあこちらの。毎日新聞の竹地と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。それぞれ、社長お二方に、2点ほどお伺いしたいと思います。これまで提携して半世紀余りということで、連結子会社化含め節目も迎えて、今回もまた大きな節目ということになりました。これにあたってですね、会社としての、会社のトップとしての思いもいろいろあるかと思うんですが、個人的な思いも含めてですね、改めてこの節目を迎えた所感、ご感想についてそれぞれお伺いできればということが1点と、それからですね、連結子会社化、98年にしてからですね、なぜこの今のタイミングで、100% 子会社化、これは何か、市場、世界市場の、いろんな変化等を見据えて中長期的な先を見ての判断だとは思うんですけれども、それぞれそのなぜ今かということをお聞かせください。よろしくお願いします。どうぞじゃあ私の方から答えさせていただきます。3つほどあったと思いますけれども、トヨタはですね、これ私いろんな場でよく言ってる話ですが、トヨタはもともとアライアンスがあまり上手な会社ではないというふうに理解をしておりますし、私自身の理解でもあるし、世間からの理解でもあると思います。ただアライアンスは得意じゃないんですが、一方で一つのチームとなったときは非常に同じ目標に向かってですね、一体となってやることは得意な会社だというふうに思っております。で、今回、このタイミングで、そのトヨタとダイハツが 100% 子会社となり、トヨタの大事な、その小型車をお任せする、ということはですね、いわばダイハツだからできたんじゃないのかなというふうに思っております。やはり先ほどご挨拶の中でも申し上げました、最初に提携をさせていただいた時期を仮に助け合いの提携ということを言わせていただければ、それは昭和42年の話です。で、その後第二世代が協力拡大、これは昭和47年、そして平成10年には子会社化と共通プロジェクトを活性化してまいりました。そして平成22年からは、やはりダイハツさんが経営を中心に経営自立化に相当踏み込まれた。そして今回第5段階となるわけであります。で、これほど50年の間いろんな段階を経て、お互いがですね、実務のベースでいいとこ、そして弱いとこを理解し合った相手だからこそ、今こういう段階に来たのかなというふうにも思っております。それとですね、よくトヨタ自動車がいろんな会社とアライアンスをするときに、また仕入れ先さんともそうなんですが、トヨタの 上から目線というのが非常に問題になるときがあります。何でもかんでもトヨタはですね、上から見ると。
ところがよくこれをですね、トヨタ自動車東日本の白根社長とか、それからトヨタ車体の網岡さん、ともに 100% 化した会社の方々とお話をするときに、トヨタの上から目線も問題だけれども、我々の下から目線も問題であるということをですね、よくおっしゃっていただきました。そして上から目線、下から目線が、この2社の 100% 化によって、非常にもっといい車作りに対して、同じ目線で話し合えた実績が、ここ数年で芽生えてきております。ですから、今回、その2社とこのダイハツさんとの大きな違いは、ダイハツというのは、100年も超えるダイハツというブランドを持っておられる会社であります。ですから、そのダイハツというブランドが、やはりトヨタ、新しいトヨタになっていくことによって、さらに光り出しましたねということになるようですね、誠心誠意、また一生懸命本音で、また同じ目線で話し合うことによって、それをさらに育て上げていきたいなというふうにも思っております。はい。それでは私の方から、まずその完全子会社に今回なるわけですけれども、一番大きな狙いというのは、各国における両ブランド、トヨタとダイハツのブランドの小型車強化というように思っています。まあ、そのために必要なことは3つだと思います。1つはトヨタ、ダイハツ、トヨタの両ブランドの住み分け、2つ目は戦略とノウハウの共有、そして3つ目は経営のスピードだと思っています。共通の戦略の下で両ブランドの特色が際立つ、そんなもっといい車をお届けしたいという思いでございます。それとなぜ今なんだということにつきましては、私の思いは、先ほどもスピーチで申し上げましたけれども、この10年ダイハツでは、構造改革をやってきました。その構造改革に一定のめどがついたときに、次の成長のフェーズってどういうことなんだろうということを考えていたタイミングで、トヨタさんの方でも、まあ、同じような、課題をお持ちだということをお聞きしまして、まあ、それならばということで、双方の意見が一致したということでございます。はい。じゃあ次いかがでしょうか。じゃあ、あちらの手を挙げてください。読売新聞岸本と申します。よろしくお願いします。まず三井社長の方にお伺いしたいんですけれども、先ほどからのブランドの差別化を進めるということであったんですけれども、豊田社長の方からも自主独立を重んじる会社だということで配慮があったと思うんですけれども、今後そのダイハツブランドがですね、まあ、完全子会社化するということで、このダイハツブランドを将来的になくなるようなことは本当にないのかっていうところと、まあ、もしない今後も育てるっていうことであれば、改めてどういうブランドとして育てていきたいのかというところをお伺いしたいと思います。で、あと豊田社長の方にですね、先ほどから、そういう自主独立という話もあったんですけれども、ダイハツブランドの方は現状でですね、どういうブランドと評価されていてですね、どういう評ブランドと評価されているかというところを伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい。それでは私の方からダイハツブランドこの先どうなるんだというご質問にお答えしたいと思います。一言で言えば、ダイハツブランドはもちろん存続しますし、今のままではなくて、進化をさせていくということです。例えがあまり適切ではないかもしれませんけれども、私の思いは、BMW さんに対するミニのような、世界に通用する存在、価値といいますか、存在感のあるそうしたグローバルブランドに、なっていきたいということで、目指していこうというように思っ
ております。ダイハツをどう見ておられるブランド、はい、ダイハツブランドというのはですね、私からも言っておきますけれども、絶対なくなることはございません。で、逆に本当に三井社長言っておられるように、本当に BMW のようなミニのような存在、これは非常に我々が狙うべきところだなというふうにも思っております。私にとってのダイハツブランドというのは以前ですね、ちょっと2段階ほどありまして、以前その経営というのがどちらかというと我慢車的な車時代があったんですね。なかなかその経営でね、デートに誘いに行ってもですね、乗ってくれないというか、その時代から経営が本当にその市民権を得た時代があったと思います。喫緊では本当にミライース、とかですね、辺が出てきたとき、その次にですね、楽しい車になってきたような気がするんですね。いろんなその形と、あと非常にその軽というのはどうしてもその軽トラ軽商用というのが頭に浮かびがちなんですが、非常にその乗ってて楽しい、地方においては全くその公共の乗り物になっているわけです。ですから公共の乗り物から、もっと楽しさが加わってきたのが今現在だと思います。で、そこでもう一歩ですね、もう一歩そのよりダイハツブランドというかね、のプロデュースというのが、今回の連携をベースにできれば、きっとですね、トヨタの中のトヨタブランド、レクサスブランド、そして、ダイハツブランドという3つの住み分けがですね、できることになると思います。ですから今後その一緒になってよりもっといい車作り、そして両者が相まって、もともとトヨタブランドって何なんだろう、レクサスブランドって何なんだろう、ダイハツブランドって何なんだろうというところを、まあ、選択と集中でですね、より明確にしていくことこそがみんなの仕事がやりやすくなり、結果お客様にですね、はっきりと分かるメッセージ、というものがお送りできるんじゃないのかなというふうにも思っております。ぜひ時間のかかることもあると思いますが、ぜひご期待いただきたいというふうに思っております。はい、じゃあ参りましょうか。そこ、はい、ね、今朝日新聞の大日向と申します。どうもよろしくお願いします。大日向さん、3点伺いたいと思っております。一つはトヨタのグローバル戦略としては、トヨタ、レクサス、アメリカでは一部サイオンもあるとは思うんですけれども、主にこの2つの2本立てでやってこられたと思います。でダイハツさん、基本的にインドネシア、マレーシアという形だと思うんですけれども、今回の完全子会社化を通じて、ダイハツのグローバル展開が一気に加速していくのか、具体的にどういった国でどんな車を出していきたいとお考えなんだろうか、そこについてまず一つ伺いたいと思っております。でもう一つはダイハツさんの今のファーストクラスでいうと、トヨタでいうとヤリスもあると思います。で小型車両者の役割分担という話なんですけれども、そういったパスをヤリスクラスの世界戦略車クラスまで含めてダイハツさんにお任せするという話なのか、そこはそこでトヨタとして持ち続けるのか、そこについて2つ目伺えればと思っております。最後にもう1点目でございます。ダイハツの社長の方からリソースの不足ということ、リソースのグローバル展開などを進めるにあたってリソースの不足ということをご指摘なさっておられたと思います。今後小型車事業の中核を担う会社として、おそらく新たに企画段階から含めてしっかりやっていかれるということだと思うんですが、その不足するリソースというのをどうやって賄っていくのか、その3点について伺えればと思っております。よろしくお願いいたします。はい、まず最初のご質問です。グローバルに展開していくというのは、どんな展開の仕方、一気に加速するのかどうかというご質問だったかと思います。もちろんその一気に加速をしたいところですが、我々ブランドを一気にそのグローバルブランドに持っていくというのはなかなか難しいかと思っています。それぞれ我々の実力をつけながら展開になっていくというように思っていますが、そこにはしばらく時間はかかりますけれども、
最終的には私はダイハツブランドというのがあるその皆さんから認知を受けた時点でダイハツブランドを求めておられる国にはどこにでも行きたいと、インドネシア、マレーシアと似通った国もあるでしょうが、いやそうじゃないと、ダイハツブランド、こそ、この国に欲しいといったところにぜひ行きたいというように思っています。それと3点目の方です。まあそういうことをするのに、リソーセス本当に大丈夫なのかというのは、ご心配いただく通りなんですけれども、これまで、先ほどちょっと ご説明もしましたけれども、10年かけていろんな、構造改革をやってまいりました。それは、開発面も生産面もよりスリムにスピーディーに開発し生産ができないだろうかということを追求してきたという、その成果を新たな海外に出ていくときに使いたいというようにも思っていますし、もう一つは我々はまだまだグローバル企業と言っていただけるには足らないというように思っていまして、そうした今不足している部分をまさに今グローバル事業をやっていくのに必要なエキスパート、この人材育成をしているところです。こうした人材育成を加速しまして、ぜひこのチャンスをものにしていきたいと思っています。現在トヨタは TNGA ということで、全く今までの車作りを見直して新しいところにチャレンジをし始めているところでございます。で、従来のトヨタの小型車開発を大きく変えていこうというふうにシフトしたときに、やはりダイハツの力をお借りすることが有効な手立てだというふうに考えておりました。トヨタの小型車開発というのは、どちらからといいますと、ミドルクラスの車両開発を軸に、その技術を小型車に下ろしていくというか、いわば大きい車から多少小さい車へのアプローチ。でダイハツの最大の強みは、軽で培ったですね、小さい軽自動車を起点とした小さい車から大きいものへのアプローチ、こんなことがですね、お互いの得意分野じゃないのかなというふうに思います。ですから、我々が TNGA に加えて、ダイハツからの、軽からの、その上がってくるその小型車開発を広げていくことが必要だというふうに思います。そのためには個別に取り組んでいくという方法ではなくて、今回全く同じ目線でということを狙っているわけでございますので、互いに任せるところは任せ、得意なところは得意な会社がリードし、これを一丸とやっていくために共通の戦略、そしてスピード感を持って進めていくことが必要なんじゃないのかなというふうにも思っております。で、ある面ですね、ダイハツというのは今まで私がいろんな意味で一緒にお仕事をさせていただく中では、本当にこのスピード感というものはものすごくございます。トヨタでは何ヶ月もかかる仕事をですね、本当に数ヶ月でやり抜く実行力、行動力があるわけであります。ですから、その現場感、スピード感にトヨタグループの小型事業を束ねていくということは、今後の競争力強化の観点からも非常に重要なことだというふうに考えております。今豊田社長の方からTNGA のお話ありましたけれども、 TNGA のその延長にある小型、そして軽にいくつくというような考え方ではなくて、我々がこれまで軽を起点基盤にして培ってきたノウハウというのをぜひ独自のアイデアを生み出していく、その源泉にしたいというように思っておりまして、 TNGA とは軸が違うと、ダイハツならではのそうした車作りをしていきたいというのが私の思いです。 DNGA ですね。はい、じゃあ今日命名します。DNGA でやっていきたいと思います。じゃあ真ん中のあちらの方お願いします。
前の方、前の、そちら。日刊工業新聞の伊藤と申します。豊田社長に2問というか 1.5 問ぐらいお願いしたいんですが、繰り返しになるかもしれないんですが、選択と集中の部分なんですが、こだわってきたその自前主義も捨てないとという発言もありましたけども、そうせざるを得なくなったそのトヨタが抱えている課題問題認識についてお聞かせください。もう一問がですね、先ほど、軽も乗ってて楽しい車になってきたという発言もありましたけども、せっかくなんでそのダイハツさんのですね、お好きな車があれば教えてください。それは森蔵としてでいいんですかね。森蔵としてとプラストヨタの社長として言わせてもらいますと、トヨタの社長としてはどちらかというとですね、インドネシアでやっておりますアバンザセニア、トヨタブランドでアバンザ、ダイハツブランドではセニア、この車がですね、実は私自身アジア本部長時代にダイハツさんにいわばお願いをしてですね、アジア地域向け、いわばアジアのインドネシアの国民車的な車をですね、作ろうじゃないかということで、お互いの強みをとか知恵を出し合って作った車でございます。ですからこの車は非常に今インドネシアでも一番ご愛顧いただいている車でございますので、この車は思い出が一番あります。で、森蔵としてはですね、コペンということを期待されていると思いますが、実は違ってですね、ミライイースなんです。ミライ、先ほどちょっとその軽自動車が本当にブレイクスルーしたなというふうに私自身に感じさせてくれた車がミライイースだったと思います。ミライイースに初めて乗った時の室内のその何とも言えないこの心地よさ、そしてその、アクセルを踏んだ時の本当にその会話が始まったというね、会話が始まったという一体感、あれが私自身に K という意識をですねガラッと変えてくれた車がミライイースなんですね。ですからコペンもありますけど、どちらかというと本当のところはミライイースがものすごく私自身にとってはある意味脅威と感じましたし、脅威とも感じたし、K ってすごいなと思ったのも車です。コペンはね、86のがいいなっていうね。FR が好きですから、やっぱりドーナツしたりなんかするにはね、あっちの方がいいかなというふうに思いましたけど、やっぱりミライイースっていうのはやっぱりダイハツを支えてる車なんじゃないですかね。それともう一つ聞いてましたね、なんか選択と集中でその自前主義を捨てないといけなくなったそのトヨタが抱えた、別に捨ててるわけじゃないです、捨ててるわけじゃないんですけど、やっぱりトヨタにはやっぱり自前主義というものがものすごく根強く残っています。ですから、本当に私自身、こうやってね、小型車をお任せする、ということに関しましても、社内においてはですね、やはり小型車はずっと我々も歴史もあるんだ、我々のノウハウあるんだということもございました。ですけれども、もっといい車作ろうよというところがやっぱりキーになると思います。もっといい車作ろうよといったときに、トヨタだけでできるもっといい車と、やっぱりダイハツさんとこうやって一緒になってもっといい車、というものを見たときに、違った景色が見えてくる、そしてまた、違うケミストリーが出てくる、こんなところに私はぜひ期待をしたいというふうに思っておりますし、現に、こうやって同じ目線でという形になることによってですね、その辺は、どんな車が出てくるのか、今から私自身は、ワクワクしたいなというふうに思っておりますし、そんなワクワクが市場とかお客様からも得られるよう、我々は一生懸命努力をしてまいりたいというふうに思っております。すいません、先ほどコペンのお話されました。私の豊田社長がコペンに対する思い、聞いておりました思いというのはもっと熱いものでした。実はコペンを発売する直前に富士スピードウェイにコペンを持ってまいりまして、豊田社長に乗っていただきました。それで私も一緒に
乗りました。その時に、社長はですね、これが経過と、本当かと。で、あの時確かおっしゃったのは、狙ったポイントから狙ったポイントまで行けるっていう車はなかなかないぞと、それを軽でやってるのはなかなかいいじゃないかと言っていただいたことをすごく嬉しく思ってまして、社内にもそうした紹介をしましてね、もっといい車を作ろうというそのエネルギーの元になっているということです。いえいえ、それはそれで確かに申し上げましたし、一番最初に乗せていただいたのが、私よくダイハツさんのテストコースであります北海道の標津のテストコースを、多分三井社長よりも運転をしているんじゃないかなというふうに思います。間違いない。それでそこで初めての出会いがコペンでありました。でその次 の, 出会いがもう発売間近の時にですね、富士スピードウェイで、三井社長を横にお乗せして、コペンで数周回りましたけれども、実はその前にね、一体いつ戻ってくるんだというぐらい乗り続けていたのも事実でございます。本当に屋根が開いてる車なのに普通の声で会話ができたこと、ですからあれって記者発表の時に使われたんですよね、画像を。はい、記者発表ではないですけど使わさせていただいてます。ですからそういうことも今後ですね、自由にもう少しやらせていただきたいなというふうに思ってます。いい車をどん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 プロモートしていく、ダイハツの車をですね、ダイハツブランドの車を、もっともっとドライバー森蔵としてもですね、どん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 プロモートしていく、そんな役割も必要とあればやっていきたいなというふうに思っています。はい、それでは予定の時間も迫ってまいりましたので、あとお二方一問ずつということでお願いいたします。じゃあまず前の方、あちらのですね、豊経済山田と申します。ちょっと一問ということですので、合わせみたいになりますが一問お願いいたします。提携関係というか、その非常に時間をかけられるということを今日もお話しされていて、時間をかけていくことのいい面と、あと一方でこれだけいろんなことが早く動いている中で、時間をかけすぎることのマイナス面があると思うんですが、それを提携関係として考えたときに、そのメリットデメリットをどのようにご覧になっているか。でちょっと質問が出なかったのですね、で恐縮なんですけれども、先だって報道された鈴木さんとの件というものもございますし、このその提携をしていく中で、どうしても我々マスコミはですね、短期的に一気に大きなものというものを期待しますし、そこの成果も含めてそういったことを思ってしまうんですけれども、多分そういうことじゃないということをおっしゃりたいんじゃないかなと思うんですが、そういったそこの会社のことも含めてですね、コメントいただければと思います。よろしくお願いします。はい、成果はですね、まずもっといい車が出ることと、あとは、それを作っている、従業員、そしてその、それを支える、販売店、仕入れ先、また地域社会、その方々が笑顔になることだと思います。ですからそのもうそれに尽きると思いますので、あんまりプロジェクト的というよりは、私どもの会社は年輪経営というか、持続的成長を求めているわけですので、それで決して一輪挿しの花ではなく、根を張った花をですね、両者が協力をして作っていくのが今始まったんじゃないのかなというふうに思っていただきたいと思います。それと時間をかけすぎるときのデメリットですが、言い訳の理由を言える時間を与えてしまうということだと思います。やはり、ある程度その世の中は今すごい目まぐるしくスピードで動いているわけですので、やはり熟慮に熟慮という時も必要ですが、やはり普段から熟慮しているものを大胆に行動し、そしてその微修正というか、私ども両方の会社が得意としています改善というものをどん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 加味しながら、ベターベターベターと、そして結果成功にしていくということが必要なんじゃないのかなと。ですからそのチャレンジチャレンジチャレンジはですね、やはりスピード感を持ってやるべきかなというふうに思いますし、そのスピード感こそが私どもトヨタ、大企業トヨタがですね、ダイハツさんから一番学べるところなんじゃないのかなというふうに思っています。
まあ、私は提携の期間が長いことで良かったこと、まあ、これは、お互いの信頼関係がどんどんこう強くなったということだと思ってまして、まあ、悪いことよりもやっぱりその良かったこと、いいことっていうのがそれに尽きるかなというふうに思っています。じゃああと1問いかがでしょうか。はい、じゃあ一番あちらの通路のところの、はい、今手を挙げられた方。中日新聞の宮本と申します。本件と関係ないことで、恐縮なんですが、今日高田のエアバッグのリコール問題でですね、高田が各社に対する説明会を開きまして、費用の分担など支援を要請、されたと思うんですが、それについてそれぞれ、どのように臨まれるかお話しできることをお願いいたします。この会見の時に最後にその質問はね、もったいないですよどなたか他の質問その場合じゃありませんから。じゃああと1問、お聞きいたします。はい、それじゃあ行きましょうか。日本経済新聞の奥平と言います。よろしくお願いします。先ほど冒頭のご挨拶の中で昨秋に豊田社長の方からお話をされたということがありましたけれども、その昨秋というタイミングについて教えてください。思い返す なぜ 昨年の秋だったかというところについて教えてください。思い返すに、その昨年の5月にその松田さんとの多分件がありましたと、他社で言うと、で社内でご覧になってみると、そのおそらく車体メーカーさんの再編があって、その後ユニット系の再編があってという環境がありました。で社外を見回してもいくつかその提携があったり、その提携が解消があったりと、社内外ともにいろいろな動きがある中で、おそらく昨秋に申し出お話をされたということだと思うんですけども、その時 その内外の環境をどう分析されてお話をされたのかという点についてお話しいただけますか。いつの時期にどういう話をしたかというのは覚えてませんが、多分昨年の秋ということでいきますとですね、2年ほど前ぐらいからやっと私自身社長になりまして、かつトヨタ自動車もですね、前を向いて、いける時期がやっと到来したというふうに思っております。そしてその、前を向いて多分どっかの決算発表でですね、実行フェーズに入ったという言葉を使った後だと思うんですね。でそれまでなかなか議論検討はしてた話もですね、なかなかその前を向いた一歩が踏み出せなかったわけですが、そのみんなの頑張りもあってですね、そういうことができる準備ができたというのが多分昨年のそういう時期だったというふうに思っております。ダイハツさんと我々はですね、絶えずいろんな形で、議論も我々レベルでも議論はしておりますし、あといろんな実務レベルでも各種プロジェクトを通じてですね、話はしております。ですけど、それがやはりいろいろそのもっとうまくですね、もっといい車作り、そしてもっとグローバルで戦っていくために、もっと手を結ぶ方法はないかということで、今回、このような結論を導き、本日発表させていただいたということでございます。それでは本日の共同記者会見を終了させていただきます。この後フォトセッションを行いますので、カメラをお持ちの方はご準備をお願いいたします。フォトセッションですが、準備ができましたらまず前方のカメラの方々にご撮影いただきたいというふうに思います。その後改めて後方のカメラの方々にお取りいただくお時間を取りますので、ご準備をいただければと思います。前方のカメラの方々も随時お声掛けいただきまして、はい、いただければと思います。
それでは前方の方々お撮影よろしいでしょうか。最後に後方のカメラに向かって後方のカメラの方々ご撮影いただければと思います。前方のカメラの方々背を低くしていただければと思います。それでは撮影以上にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。本日はこれにて共同記者会見を終了させていただきます。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。